お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのウォールブレイカーデッキにやっていきたいなと思います。というわけでよくね僕ウォールブレイカーを紹介するんですけど、またいつもとね違う形でございます。今までだとこのなんかマジアチア型のウォールブレイカー、今トルネになってますけど、まあ、ヤナアメ型よく使ってたり、まあ、あとなんかこのボムタワープラスこの小物のねやりゴムコウモリが入ってるウォールブレイカー、なんかスペルはまあファイボーだったり、まあ、ポイズンだったり、まあ、ウォールブレイカーデッキってスペルをとか、まあ、中身ですね、ユニット自由自在にまあこう変えまくり変え放題、なんか何にしても合うみたいな感じなのがウォールブレイカーのね、まあ、良さなんですけど、今回ね施設なしのウォールブレイカーデッキをねやっていければいいかなと思います。でもねこう半年とか1年ぐらい前かな、こうスケルトンそしてコウモリかな、まあ、この小物が最強だったというか、まあ、小物がもうスケコウモリが当たり前にこう全てのデッキに入ってくるような時代があったんですけど、まあ、今がねもうそれまた戻ってきましたね。まあ、まだ本当にヒースピとかこうなんかもう環境が変わってしまったんですよ、前回大きくね。まあ、それがちょっと一旦戻ったというところでね、この懐かしの、これは懐かしくねえか、なんか新しく生まれたねスケコウモリウォールブレイカー、まあ、やっていければいいんじゃないかなと思います。なのでマッチング早くしてほしいですね。でまあ施設がないのでこう大型、まあ、ラバでもゴレでも、まあ、あとはエリゴレでも、まあ、何でも施設がないのでやっぱこうハンター頼りになってしまいますね。今回のこのデッキは本当に全てハンターで、まあ、溶かすし、うん、カウンターもまあうまいことやっていくみたいな感じで全部ハンターに、防衛頼まないと、まあ、守れないようなデッキなので、ハンターをしっかり延命してね生きればいいんじゃないかなと思います。とりあえず初手最強のねウォールブレイカーセパです。これあれだな、オーブン溶かしに行ってもいいのかなと思いつつも、とりあえず攻めます。さあスケバレとオーブンなので、まあ分かんないですけどクローンとかの可能性も全然ありますよね。ネクロ、おネクロ皆さん知ってますか、ちょっと前の最近の修正でネクロって強化されたんですよ。誰一人こう使ってないですよね。ぶっちゃけ誰も使ってないんですけど、で強化されたみたいですね。うん。さあ、いやだって強化されて、この、なんか後ろに地味にいるなーぐらいですからね。さあ、いやちょっと、このスケはやってるかもしれない。あ、2回受けれるだけ優秀。おぎり！さあ、今回相手は、キョスケクロン。そして、まあ、ネクロオーブン入りというね、ちょっとまた、なんか懐かしいようなデッキなんですけど。コウモリが最近増えてるので、まあ、ないこともなさそうだよね、ぐらいですよね。これあれなのかな？オーブンにファイボーツと他のネクロとかが苦しくなってくるので、ウォールブレイカーとかで壊そうかなと思ったんですけど、めっちゃ下手くそなウォールブレイカーしましたね。しかもやばい。今回の相手、ネクネクっすね。ネクネクって地味キツじゃないですか、こういうデッキって。これもファイボーっちゃう。いや、めっちゃいいファイボー。あとウッド。いや、完璧な防衛だと思ったんですけど。いや、ムートがいてー。いや、これね、結構大変なの引いたくないですか、僕。結構大変なの引いた説あるんですけど、いや、これ、動作行くか悩むっすね。もう、ここまで来て、逆行くか動作行くか。ワンチャンこれ、あ、後ろオーブンと被ればいいなとか言ったら、ネクロ来ちゃいましたね。だから、オーブン置きにくいよ、お前。いやー、なんか、え？オーブンに、結構。苦戦してるんですけど、これがファイボー打ちたいですね。なんか来るっす。一回置いてくる。うい。オーブン壊しちゃいます。なんかすごいですね。この相手の圧がやばい。圧がやばいけど全部ハンターでね守れます。さあオーブンいない2周目で僕はちょっと突破したいところありますよね。これワンチャン逆サイ行ってもいいのかな、すごい悩みますよね。いや、これ美味しい。で、これに、まあ、キョスケプラスのクローンとかは全然ありますね。ウッド、打っちゃ痛いけど、打ったらダメっすね、まだ。やべえ、これ。めっちゃ怖え、マジで。この、ムートの受けが、結構やばいっすね。やばい。待って。やばい、待って、バカ。え？あ。まあでも相手が中型スペルがないので、
ちょっとまだ諦めずに頑張ろうかなって思う部分もあるんですけど、このスケバレを落下させてしまったら僕は負けるんですよね。よし、耐えた。さあ、すべてハンター頼りなので、ハンターをできるだけ見にして、いや俺こっから勝ったらやばくないですか。でもこの動画が上がってるってことはこのままこっから勝ったんですよ、マジで。じゃないとクローンに負けた動画上げないですからね、普通はね。よしよしよし、いやー耐えてはいるけどやば。やばくないですか、なんか不快な気持ちになっちゃうですね。いや、ウォールブレーカー壊す。あれ？いや、流ればいい。マジ、流ればいい。終わっちゃうのか、俺。さあ、ディガーで削る。あれ？待って、俺結構静かになってる。待って待って、勝っちゃった。ちょっと待って、勝っちゃったんだけど。俺もうああ、負けちゃったなーって。勝っちゃった。勝ったからいいか。ね、結構ね、ひどい試合をしてたかもしれない。何試合だ、もう泥試合、泥沼の中の沼試合をしてたかもしれないんですけど、勝ったんで許してください。やばいな、キョスキークローン。オーブンがちょっとね、処理下手でしたね。はい、まあそういうこともね、あります。クローンですね。ネクロ入れるならマザーネクロも入れろよって感じなんですけど、こっちからしたらね、よろしく。マザーネクロね、使われることないですね。なんか僕結構使ってたんですけど、僕はよく使うんですけど、相手がマザーネクロを使ってるっていうことが、マジでないんですよ。出てこねえかな。エレキか。そう。なので、いや、マザーネクロはってすごい思うんですけど。さあ、とりあえず、エレキでしたね。まあ、ペッカか、まあ、なんでもありますけど、マスケエレキ、もうわかんない。マスケエレキですね。メガナイトウォールブレイカーのマスケエレキとかあると思いますね。さあ、ファイボーで、ザップ？いや、エレキだったな。エレキだったからわかんないけど、まあ、ディガー飛ばして、このナイトがね、竹取ってる間のディガー削れっていうのが大事になってきます。うん、メガナイトプリンス。ん？ジャイか？あれ？待って、わかんなくなってきた、すごい。で、ここで、ちょっとめっちゃ回転回して、左側にディガー行きたいなとか思ってたら、ディガー回んなかったわ。くそ！まあまあまあ、スケブー。わかんないですね。ああ、なるほどね。これ前だな。あぶね！いや、よく見ましたね、僕は今。スケブプリンス、まあ、枯渇系デッキでしょうね。マスケとか言いましたし。ファイブ打っちゃいたいけど、ちょっと怖いので、一回待ちます。いや、打ってよかった打ってよかった、絶対。打っちゃおう。さあ。まあまあまあ。で、ウォールブレイカーセパしたら、いや、単体で行って、スケルトン舞台読みウッドとかどうすか？これ、おしゃれじゃないですか。ああ、くさ。全然当たんなかった。いや、でも、地味にいいウッドになって、あ、やばいやばい。なんか、いるの忘れてましたね。ゴブリンバレルですね。オッケー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 。まあ、ザップ使った後のコウモリは強いですけど、ザップ持たれてるのはちょっと嫌でしたね。で、メガナイト、でなんかこんなデッキの人ね、僕見たことあるんですよね。多分この人なのかな。この人以外に使ってんのかな。いや、多分ね、メガナイト持ってんすよ。そう。いや、そうなんですよ。いや、そうそうそう。見たことあるなって。バエルの元へ集えみたいな感じのクランで使ってる人がいた気がするんですよね。まあ、ザップ使ったからコウモリ最強ですね。うん、陸がちょっと怖いな。もう陸が待って、思ってるより止まんないっすね。汗汗。エレキ上か？あ、マスケいける。いやー、これ逆サイドなのか？でも逆サイドもなんか違う気がするよな。これは逆サイドか？違う気がするの。うん。じゃあ、違うか。なんて、何言ってんだ俺。やばいやばいやばい。バカバカバカ。
そんなこと言うてる場合ちゃうねん。よいしょ。いや、よく耐えましたね。しかもなんなら逆サイを削ったんで、これでもう戦いやすくなりましたね。これザップくる？こんのかい。こつれんのかい。よしよしよし。突進される。で、このエレキ気持ち強要でいいっすね。で、このサイドを変えることによって相手もちょっと戦いづらいと思います。僕もすごい戦いづらいんですけど。で、これ今僕ウッド裂いたんで、ちょっと怖いですね。気をつけましょう。でもハンターで守れますね、正直なところ。いや、ウッド回った。いや、回転が速い。いや、そしてからのこのカウンターね。見て。美しい！からのエレキが来るんで、2周目コウモリとか。いや、ファイボーあったんかい。あったな。ファイボーザップでしたね。エレキ。もう流れはいいですね。もう僕、イケイケどんどんですね。で、ここで、こっち行くんかいと見せかけて逆なんですよ。で、スケルトン部隊来る読みウッドが、そろそろ当たれよ俺の読み今日全然っすね。さあ。とりあえず頑張って陸受けします。この陸のね、プリンスとかが刺さるのが、まあ僕の負け筋的なところなんでね。よいしょ。さあ、そろそろこのスケルトン部隊読みウッド当たんねえかな。いや、さっきから一回またね、やべえ、俺そんなことしてるから多分負けそうになってんすよ。マジで。これまあ回転範囲で回して。よしよしよし。あとはタイブレイクっすね。7秒だ。待って、神の。あ、コウモリがめっちゃいる。コウモリがめっちゃいた。囲んでましたね。いや、グッドゲームですね。危ない。危ないですけど。決めたいですよね。やっぱこう、スケルトン部隊読みウッドとか、スケ出る読みザップとか、なんか、読みスペルって決まると超気持ちいいじゃないですか、あれって。なんで、結構積極的にやったんですけど、まあ相手もそれ多分分かってたのかな。なんかね、他のユニットで受けられて、自分からどんどん苦しくなってきましたね。まあ、僕、攻めスペルをやりすぎてたのかもしれないですね。たまにするから読みって当たるじゃないですか。まあ一生やってるから、あ、でも、あ、ウッド来るよな、みたいな。そんな感じにちょっとね、なってた説はね、ありますね、と。まあ、いう感じで、まあ、勝てたのでよしですね。結局、はい、勝てたのでよしと。結構大変なデッキですけど、なんか、ウォールブレイカーに、やっぱ、ザップとかウッドを、まあ、呪文ですね。を使うと、スケとかコウモリがね、やっぱすごい生きてきますね。まあ、なので、積極的にウォールブレイカーを飛ばせば飛ばすほど、相手の攻めを軽くね、守りやすくなるという感じですね。で、まあ、もし、そのウォールブレイカーにスペルを使ってこなかった場合に、こう、まあ2周目のウォールブレイカーでこう攻めるであったり、まあなんかそんな感じでね、頑張って対応してください。投げやり。一旦ウォールブレイカーですね。ここでスペルを使ってこなかった場合、まあスケとかコウモリに、ね、多分スペルを使われるんですけど、まあそしたらそしたで次の僕のウォールブレイカーがもう刺さりやすいですし、まあ2周目コウモリとか他のユニットもね、刺さるよねというような感じですね。さあ、ベビドラトリトン。ベビドラトリトンはね、何でもありそうっすね。スケ。いや、わかんないっすね。ゴブ小屋。ゴブ小屋はちょっとあれっすね。マジで。今の時代じゃないっすね。時代じゃないけど、ちょっと強そうな気もしてないこともないっすよね。あー、なるほどね。これ結構多分やばいっすね、僕が。攻めすぎてるんで。あ、もう早く使ってくれるのは神っすね。で、次ハンターで守ろうとしたら、絶対トリトン来るんで、まあ、ナイト出してからのハンターか、スケ出してからのハンターとかしないとピンチですね。まあ、スケ出してからのハンター出して、そうですね。で、まあ、スケに対して、そう、なんか対応が来るので、よしよし。で、そういえば、ファイボもいましたね。まあ、その辺も覚えつつ、よいしょ、このハンターに当てると、相手はベビードラだったんで、ジミューザ。あー、スケ、いいスケだな。はいはい、ゴブ小屋が厄介ですね、僕としては。非常に。もうこれコウモリで囲んでダメージできるだけ塞ぎたいですね。よし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 、いい子だ。で、まあ積極的に飛ばして、ウッドは多分回ってないので2発入れ。いや、でかい。いや、でかすぎ。で、ウォールブレイカーで、まあ、やりごみ1発かな。1発ぐらいなら許しましょうという感じですね。もうここまで来たらもう僕は右側攻めたいですね。で、回転的に、いや、これ、ケツロイしたでしょ。いや、きついんじゃない？これ、絶対。絶対きついんじゃない？
いや、ボールブレーカー、外回れ、外回れ。オッケーオッケーオッケー。一発、一発入れば、まあ、文句ないでしょ。で、まあ、これ、間違いなく、あれなんですよね。なんか、すごい来るんですよ。すごい来るんで、しっかり防衛します。フルで防衛しないと、オッケーオッケー。で、ザップじゃないから、相手が。それがね、結構いい感じにはまりますね。で、まあ、ウッドかな。うん。ここはね、攻めウッドしてもいいレベルでしたね。いや、うん、まあ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 。やばい、くしゃみ出そう。やばい、こんな時にくしゃみ出そう。で、これちょっとね、いや、いい。いい防衛ですね。ファイボで溶かすスタイル。で、これにまたディガイですね。よし。いや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 。で、ウォールブレイカーまでちょっと行っちゃって、小屋僕貯められると結構きついんで、普通に小屋にこのウォールブレイカーが入るだけで嬉しい。よしよしよし。ディガーでも削、ウッドでね、削っていく。で、端前ロイファイブっすね、相手がするなら。僕らファイブっちゃっていいな。で、ハンターを溶かしてくれる。よしよしよし。ファイブウッドじゃないと溶けないので。いや、めっちゃ綺麗な防衛じゃないですか。てか、まあ、こうするしかないんですけど、このデッキの防衛はね。で、ディガーがちょっと入る。うわ、トリトン。あれ？なんか俺勝ったと思ってたけど、全然勝ってないですね。よし。いや、耐えろ。ファイブ来る。ファイブ来るが、ディガーを拾わないといけないから、相手はファイブ打てない。よしよしよし。いや、これファイブ、オッケー。ファイブ250なんで、ファイブ圏内ですね。さあ、グッドゲーム。いや、このね、アダン YT、結構上手い人じゃないですか。間違いなくね。てか、五分小屋なんか、気持ち嫌でしたね、五分小屋。最近あんま見ないですけど、ちょっとね、使ってみたいですね。うわ、と、高いっすね。はい、という感じでね、ぜひこのウォールブレイカー、まあ大変なんですけど、すごいね、防衛とかも上手くなると思いますし、ぜひね、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントも、等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。まだね。